関織子です。春の屋旅館に住んでます。お前、俺が見えんのか？友達できたわ。ここ気に入っちゃった。美味しかったです。おっこが春の屋の若女将になるな、うん、あなた若女将じゃなくてバカ女将じゃない？みんな心配してくれてるから頑張らなきゃって。バカ、俺らもついとる。よし、何でもかんでも頑張らなきゃいけないって考え、僕嫌いだね。なんであんな奴のために。ここに来てよかったな。あんな風に喜んでもらえるなんて、旅館の仕事ってすごいね。なんてこと。もうその時が近づいているんです。ウリボー、ミオちゃん、ごめんな、おっこ、そばにいてやれなくて。私を一人にしないで。おっこ、温泉のお湯は誰も拒まない、すべてを受け入れて癒してくれるんだって。私はここの春の絵の若女将です。